さあ始まりましたうるま応援団。今日もりょうじさんは今日までりょうじさんお休みということで、あの野郎じゃあはっきり思ってあの野郎って言えよどっちでもいけるよ、だからよ、どっちでもいけるようなこの野郎はやめてということで、芸歴2年目スーパーセル上明さんと、キャンマーブイワックです。はい、この2人で1時間お送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい待って、あるだろ、いっぱいいっぱいあるな。っていうかまず、はいはいはい、来た時に手紙書いてたけど、いやそれはそれはやめましょう。それはちょっとそれはちょっと本当に間に合わせたら嘘にならないんで、まあ一応いろいろね、市場でちょっとすいません、市場でお手紙書いておりましたので岩倉君がちょっと気になったんですけど、うん、触れないでくれと、はい、いうことで、なんか季節っぽい話でもするか。じゃあ季節っぽい話、多分この、まあ、クリスマスってことでしょ。まあそうだな、クリスマスか。え、ベタにさ、サンタさんって何歳まで信じてたの？ガチ？いやガチガチ。小学校ぐらいじゃない？あ、6年生までは信じてた。プレゼントから現金になってからかな？クリスマスプレゼントが、あの物で届いてたのに、現金になってから親がね。ちょっと待って待って。ちょっと。待って待って。そんな形なくなることあるんだ。好きなもん買ってって言われて。ああ、もうこれ親に直接手渡し。手渡しで。マジで。やば。いつまで逆にもらってたプレゼント。中1か中2ぐらいまで。中1、中2。あ、でも俺も6年生で気づいたな。本当に信じした。いや信じてた信じてた。6年生までは本当に信じてた。やば、いじめの対象やし。いじめの対象ではないだろ。高学年のいじめの対象。高学年のいじめの対象ではないだろ。で、メガネだろ。いやいや、俺その時裸眼だから。あ、ギリギリ。ギリギリ。ギリギリ。ギリギリ対象が外れる。お前、メガネをいじめの対象と思うなよ。全員を。でもまあ、そこまで信じしたんだ。あ、なんか、うすうす、ちょっと気づいてはいたんだけど、なんか、半信半疑というか完全に親と言い切れなくて、ああそういうことね。うん、そっか。なんか自分を騙してる感じじゃない。あ、本当は、そうそうそう、本当は親かもしれんけど、いやサンタさんいたいっていう感じみたいな。そうそうそう。ああそっか。ああ本当に低学年の時とかはサンタさんに手紙まで書いてたからね。うん、ああお菓子用意して。低学年は書くんじゃない？あ、書く？お菓子用意って何？物で釣ってたってこと？サンタさん。お前食いしん坊なの？違う違う違う、お前のサンタさん。違う違う違う、サンタさんはいろんな子供たちがいるお家に、回ってるから、うん、あお腹すくだろうと思って。キモい。優しいって言うと思ったら優しいって言うと思ったよね普通。キモい。お菓子をさあ少しね用意して、でだそれに手紙書いて食べてくださいみたいな。はあ、そうやってたことがあるので。親はちょっとこれ感動するだろうな。ああそれ来たら、そっか。だからそうそうそう、これって嬉しいのが、だから手紙書くさ、そしたら返事とこのお菓子がなくなってるから美味しかったよみたいなメッセージがもらえるのよ、サンタさんから。うん、だからあすごい本当にサンタさんが来たんだみたいなのが、はあ、本当に感じれるというか。よく覚えてるな、そんなのな。いとこがやってたのよ、サンタさんを、うん、にこの手紙とお菓子添えることによってメッセージもらえると。あそっから俺も感化されて、俺もカーコーみたいなので書いたのが。いや確かにお前のうち金原団地近いから相当疲れてるじゃないサンタさん。死に回るんだけんだあれ。そうそう
あのね、俺の家の近く高層住宅があって、死にいっぱいあるもんな。もう死にいっぱいありますね。9階建てなんですけどいろんな塔あるから、いろんな塔、本当に3号塔まであるから、ルート的にお前のお家から行って団地か分からんけど、いや分からんけど確かにさ、あの区間だけ回ったとしてもクタクタよ、クタクタだからな、サンタさん確かにそれお菓子必要かも。お菓子必要だろっていうことで、優しいなお前な。そうだね。でも多分もう毎年やるの多分めんどくさくなって、いつの間にか手紙は書かなくなってたんだよ。ああ、だからいとこに感化された年と多分この2年ぐらいはやってたけど、はいはいはい、この方ね、そっから3年目ぐらいからもうやらなかったかな。確かにな、なんか予算オーバーだったのかさ、うん、明らかに違うプレゼントが来てる時なかった。わかる、わかる。だからでもこれもあるんだけど、自分の誕生日にゲーム機をまず買ってもらうのよ、本体を。まあゲーム機よね、基本男は、ね、男はな、うん、欲しいのはやっぱゲーム機、みんなが持ってるものに合わせたくて。なあなあなあ。だからちょうどその、俺めちゃめちゃ覚えてるの、この小3の時に、うん、まずゲーム機と一応ソフトを1個買ってもらって、アドバンス、あのアドバンスで、あのゲームのソフトはルビー。ああ、一緒、はいはいはい。だからそうそうそう、そっから始めて、だその年のクリスマスは、俺ジャンプで、あの、ボーボボが好きで。ああ。あのボボボ、ね、アドバンスのソフトの、ボーボボ弾け祭りみたいな、わかる。あの、バトルのソフトがあったのよ。はいはいはい。で、トイザラスの多分冊子のやつとかに、載ってて、はい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 、すぐ安くなるやつだろ。すぐ中古が安くなるやつ。すぐ安くなるやつなんだけど、うん、この年に出たばっかりのやつで、あ、うわぁ、欲しいと思って、うん、あの一応なんか、あ、これサンタさんに頼んだら届くかなみたいな時に、うん、ね、一応お母にも共有をしてたのよ、うん、そしたらクリスマス当日、あの朝起きます、はいはいはい、あ、このアドバンスのソフトの形だ、この包装紙が来たって来た、うん、ビリッ、キャラバンハート、ちょ、わからんわからん、くそ、わからん、あのキャラバンハート、わからん、ドラゴンクエストシリーズのあのソフトで結構難易度高めのソフトなんだけど、あ、じゃあゲームソフト来た、ゲームソフトはゲームソフトだけど、いいよし、めっちゃ多分親がボーボーわからなくて諦めてれば探せよ。そう、探せれなくて。そんなことある？そう、親がボーボー知らんくて、多分お兄ちゃん連れてって、うん、多分これの方が面白いぜってバッて撮ったやつが、ニーニーがやりたいやつだろお前。だからニーニーがやりたいやつが、これのあのクリスマスプレゼントになったっていうのがあって、マジで開けた時に泣いて、全然違うから。家間違えたと思うよ。家間違えたとも思われたし、本当に信じてたしね、撮っても。嫌だなそれな。本当にショックだったなあの時。ちなみに俺はね、俺もこのゲーム機、うん、俺小2ぐらいだったかな、結構高めの、うん、プレッツ2だったかな、うんうんうん、あったような気がするんだよ、小2ぐらいの時にね、うん、プレッツ、でなんか死に高かったべ、なんかだ小2の時のプレッツって結構高くない？そう、高くて、うん、で一応でっかい箱が来よったわけ、うん、そしたら死にでっかい水鉄砲で俺も祭りとかの景品であるような、もう死にでっかい、外国の方が CM やってるみたいなもうあれが来て、箱の大きさ的にプレッツぐらいあったから、おっしゃーと思って開けたら、この外国の子供がいてからえって。こんなで、銃構えてる。輸入版はこうなのと思って、プレスのパッケージ。そしたらちゃんと水で、なわけないだ。水鉄砲で、で、全部英語で書かれてればよ。なんか知らんけど。まあ、悔しいから夏死ぬほど撃ったよな。この水鉄砲、いろんなやつに。もう悔しすぎて。しかも、本当に冬もらうものじゃないし、ね、そうそうそう。こんなでっかい水鉄砲。本当に。早めに4月ぐらいか俺もう水鉄砲撃ってたから。お前待ちきれんくなってもうこれの使い時がもう今だって今だって、あ、やっぱみんな、うん、思ったものもらえてないんだもん、そういう年はあるよあるよな、絶対にあるよな、でも、うん、DS とかは絶対頼んだでしょ、どっかのクリスマスで、あ、DS は、うん、あの
年齢が一番上のお姉ちゃんと9歳離れてて、あちょうどあの季節で内地に出稼ぎ行ってた時で、あ年齢がね、うん、その時に DS 本体はあのなんか買ってきてもらった、あ年齢が、うん、それいいな離れてるって、あだからそうだね、だからもうめちゃめちゃ働ける年で季節でもうめっちゃ稼いでたからもう DS ぐらいずっと季節でってのが気に引っかかるに、あんま女子でそんながっつり稼ぎに行く人あんま見たことないから、いるいるいるけど、いるけどさ、その季節でって毎回言うから引っかかるんじゃない、まあまあね、それでめっちゃ稼げるからな、あれめっちゃ稼いできたからまあ DS ぐらい、確かに買うよ DS でもさ、うん、すぐ新しいのいっぱい出たさ、新しいの出たな、なんか L なんか DS ライトだった、ライト LL とか、ね、そうそうどんどん変わってたさ、うん、俺ずっと初代だったからさ、俺もずっと初代だったからなんかもう重量感半端ないわ、なんかはずいよなあれな、銀の銀のテカテカのやつさ青とかワゴン R の最初みたいなやつなまあまあまあ、わかるけど。わかるだろ。わかるわかる。あれ、DS 絶対買ってるよな、みんなな、同い年。DS は確かに持ってる人多かったね。持ってないやついた？あ、いたか？はーい、いなかったかも。持ってないやつって本当に。DS って本当に最高なのが、DS のマリオカート。あ、ソフトなくても。ソフトなくても、兵法として、繋がって、みんなで本当に8人対戦みたいので、うん、できるあの楽しさめちゃめちゃわかる、なんかあれめっちゃ楽しかったな、俺ソフトないくせにソフト持ってるやつ任した時、うん、なんかすごいなんかこの成り上がった感ラッパーの気持ちになったよねヒップホップな感じ成り上がってるぜ俺みたいな、ソフトないのにかま任したぜって、お前ラッパーの気持ちその時代わからんだこの成り上がった感触は俺未だにもうあるな、あれいいよな、これラッパーと一緒なんだとか並んだもん、ラッパー今考えたらあれいいよな、まあまあまあいいよな、確かに、まあ、ちょっと話変わるけどさ、うん、俺また大の冒険新しいは出てたからね、ああ Amazon プライムで、はいはいはい、見たわよ、うん、でさヒョンケルってやつが出てくるって、うん、大志さんも言ってたさ前、うん、で出てきよったわよ、あ出てきたんだ、めっちゃ強いやつ、まあ、見てないまだ、まだ見てない、でもごめんネタバレするけど、うん、いいんかいさらっと いいけど、うん、もうお前から聞いた後俺その話って多分もう荒探ししかできないいや俺は分からないでしょ俺がまだそれ言うと、あまあまあまあ、でね、うん、ヒョンケめっちゃ強い、あ強いんだ、もう言ってた通り、うん、でやっぱかっこいい、かっこいい、かっこいい、場合一人だけセントセイヤみたいな、なんか感じなんだ、そうそう、なんか場違いやし全然そう作者違うかなぐらい、あんなにそうかっこよくて、うん、で死に強いわよ、まあだから大志さんもね前選手言ってたけど、うん、めっちゃ強いらしいから、めっちゃ強い、やっぱ子供に人気出るわっていう、うん、でさ、どんな魔法でも跳ね返せる鎧っていうのがあるわけ、うん、はいはいはい、でそれがなんか甲冑みたいな、あ甲冑っていうよりなんかこのなんか海外のさ、うん、あのナイトのナイトの騎士みたいなのつける、うん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 、銀の鉄のこっちパカそうそうそう、顔がパカパカする、そうそうそう、でこの目とかだけちょっと開いてるみたいな、うんうん、見えるように、でこのどこに当たっても効かんばい魔法とか、うん、攻撃が、でダイが絶対どっかに弱点あるはずだってなんか弱点のないやつなんていないみたいな、あ、はいはいはい、でピピピピピってこの弱点を探してる場合ここだって見つけたのがこのちょっと目とか見えるところのこの鎧がむき出しのところだろそりゃそうだろと思ってなんかそういうことじゃないさ弱点見つけるって、まあ、要はあれでしょ、いっぱい小回り使った割にはそこなんだってなるそうばよ死にふっといて、なんかこの結局この肌が露出してる目のでヒュンケルもすぐ攻撃されたら、うん、くすなんか嫌がる嫌だろそれ、しかもむしろそこしか弱点ないんだったら結構守れるくらいそうなんだけど、うん、でもなんか弱点っていうからさ、うん、すごいなんか何かに弱いとか、うんなんかあるのかと思ったらこの肌から露出してるところっていうなんかすごいなんか冷める放送作家の人がいたらなんか言われるな、これな、これ言われるかな、こういうの言
われないだろ。いやいや言われるよ。結局そうなんだっていう。ちょっとお前がもうよやってる想像作家の大体特定できるかやるなよそれマジで。でもそうなるはず。いやでも、うん、あれねその後もね結局弱点、うんうん、弱点っていうかさこいつに効く魔法やっぱこれだって見つけたわよ。あ、効く魔法があったんだ、うん、この鎧 全身鎧、うん、甲冑のヒュンケル。そうやっぱ鎧ってさ、うん、鉄で結局できてるやし、うん、だから雷落とせば食らうやしなんかさなんかなんだろうな弱点だけどなんかさ無理っくりじゃない。なんか鉄とか電気通るだろみたいな。しかもこれさあらがもうめちゃめちゃ出てるけどさ、うん、まあまあ戦った後に出した結果がさ、あ、全身に電気通せばこいつ食らうやしってなるってやつでしょ。めちゃめちゃあの女のやついるさ、マーム。そうそうそう、あいつさらわれるんだけど。あ、マジで、うん、マーム結構強いのにね。でヒュンケルは絶対女に手出したりとか、うん、この女をなんか殺したりとかはしないみたいな。魔王軍さ、うん、結構律儀な人多くない？そうと思うさ、うん、なのに5分ぐらい後に思いっきりマームにビンタしてるあんなに女には何もやらないって言って終わった後自分も俺もつい手出しちまったぜみたいなこと言うよ。いやこんなやつどこでも結構いろんなとこ出してるだろこんなやつ手な律儀なやつ多いけどさ、そうそう、純粋なやつしかいないからさ、みんなあの仲間に騙されたりとかするので同じ魔王軍なのに。確かにな。クロコダインとかも。ちなみに、うん、最近クロコダインやられたさ。やられたね。もう本当に2話ぐらい前で、うんうんうん、やられたさ、うん、もう出てくる。クロコダイン回収される時見た？あ、見たよ。大きい鳥に片付かまれて連れて行かされてた。連れて行かれてる。あれってさ、死に話が進んで、うん、いいところで出てくるってのが一番いい登場の仕方さ。そうだね。なんかこの忘れた時じゃないけど、うん、うわってこいつ今来んのかって、うん、もう来よったからね。しかも案の定全然回復してないわよ死にボロボロ出てきてからクロコダインだけリベンジが早すぎるのよ確かにあいつ絶対ギャンブル依存症になるぜクロコダインパチンコで負けたあいつ次の日もすぐ並んでるんだあいつ朝から負けを負けと思わないやつやしマジでそうそうそう、はあ、多分あいつ1万円マイナスの時も勝った気でいるぜお前のその理論やめろクロコダインあいつ、ね、でも大の冒険はね、うん、面白い。面白いな。いろんな意味で。いや、これ、こういう話してるだけで面白いよ。もうネタバレだけど。見たくなるだろ。見たくなるし、また荒探してしまうよ、それ。こんなに文句言ってるの、俺なんかだけ。マジで。あの、アマゾンからできんから、ちょっとなんか、いろいろ。いや、でも面白いよな。面白いな、本当に。一応、普通にストーリーは。でも、改めてね、うん、大魔王。大魔王。あれ、出てくるの早いなって思うな。でも、大魔王、声とかし、あ、一応名前も出たのか。出た出た。バーンだった。あ、大魔法バーンだ。だったっけ、うん、だったはず。なんかな、早くらい出すにしても。3、4話ぐらいで。なんかな。あの、すごい丁寧なのよね。丁寧だったな。確かに。もう説明が全部丁寧だし、クロコダインも、メラゾーマを、あ、だから先週も言ったけど、うん、メラゾーマポップのメラゾーマを解説して、そうそう、解説して自分の斧から出るこの竜巻で言ってたな。この斧の説明もしてたよ。そうそうそう、だからそこまでさ細かく説明するかなと思って、うん、あのしかもやっぱ今戦ってる相手にやっぱフェアでさ戦いたいんじゃないか、うん、じゃあ気持ち悪いのよ、そんなフェアにされたら。でもよ、こんなフェアに戦うくせに、うん、あいつ次の戦いで人質取るからね。だからさゴリゴリの身内取るからね、あいつ大のいやあれいいよな。あれいいな本当に。もうあれ込みで全部いいよな、マジで。確かあれでも長いのかな、結構。だから多分あんな細かくやってるから長いんじゃない、結構前に進まんだ。登場人物いっぱい増えていくだけで確かに確かに。
意外とでもトントン拍子もあるのかな、すぐああいうのって。だからな、修行とかはめちゃめちゃ短かった。修行やばい短いよな。びっくりするよな。全然教えてもらってないし。だからな、でもあれ設定がちょっと上から目線でなんかあれだけど、設定がめちゃめちゃ良かったのは、うん、あれだったな、魔王がこの最初の島、うん、来て要は 元の勇者を殺してしまうさ、何だっけ師匠の名前、アバン、アバンね、うん、あ違う、アバン、アバンでしょ、アバン、あのアバンストラッシュっていう技を、うん、アバン先生でしょ、アバン先生なんだけど、要は6幹部みたいのいるさ、この魔王の下に幹部が、はいはい、あはいはいはい、なんかいるね、6強みたいな、6強みたいのがいて、はい、あれのいいと、なんていうのかな、要は一部だけ魔王に勝る能力があるっていうの、よくない、え、なんか言ってたっけ、あ、そうそうそう、あるのよ、俺死に見逃してるさ、他のところ見逃さないで、だからクロコダインは力だけだったら、うん、あ、魔王よりは上、なんか言ってた言ってた、うん、でなんかなんだったけど、魔術のこの幹部のやつはチビのね、そうそうチビの、あのシンクロしたやつだ顔が、あのクロコダイン裏でやつみたいなやつだけど、あいつはあのなんて魔王があの防壁張ってる中、うん、ちょっと苦戦して島の中入ってきたのに、あいつはスッて入れるわけ、この魔王よりちょっと能力がこの魔力的に高いからみたいので、はいはいはい、はい、だからみんな一部何か魔王よりあのズバ抜けてちょっと高いみたいな、そういうことか、そうそうそう、それでなんか6強らしい魔王のね、だからあの6幹部がなんていうの、協力してひとまとめで魔王に勝負挑んだら魔王は負ける、手を組んだらね、手を組んだらね、でもそういうのはしっかりしてるのかな、しっかりしてるんじゃない、でもドラゴンボールでさ、うん、ギニュー特戦隊っていうさ、うんうん、いるね、ね、うん、ナメック星でバータってやつがいるわけさ、バータいるよ、宇宙一スピード速いって言ってたわけ。あいつそのナメック星の中で、うん、全然2番3番のレベルじゃない遅さだったよ。まずフリーザ、まずフリーザに負けてるだろ。確かに。悟空も、あれ、ああいうことじゃないよな、それ。ああいうことじゃない。ちゃんと上なんじゃん。死に嘘つく人もた、あれ。あの、だって、予想外さ、要は宇宙一名乗ってる時には、うん、宇宙一でまだ出てきてないし、フリーザ、フリーザの最終形態もまだ誰にも見せたことない時だったから。だから、バータは、俺は宇宙一早いぞ。やば、俺がさ、じゃあもし、8期生の中でね、8期生なんかそうそう、8期生で、うん、例えばの中しか知らない時に、うん、一番大喜利強いって、世界で一番面白いって言ってるようなことでしょ。きつ、あいつやばいやし、だから死に激痛いでしょ、あ、そうそう、要は8期生っていう10人の中で10人の星があって、この中で俺が大喜利強いってやったら、大喜利強いよその中じゃん、だけど7期生6期生みたいな星がどんどん出てきたら、あのクソ雑魚みたいな、雑魚、いや雑魚いでしょ、だからこういうことでしょ、だから普通に考えて、さ、バータ嫌だな、バータ一瞬だったしね、そして確かにな、なんかそういうの面白いね、昔の今のアニメってこんなことない、ある、矛盾点って絶対なんかこんなの荒探しされるからって、なんか徹底してそうじゃない、徹底してそうだし、うん、多分一番漫画の中で荒があるのって多分筋肉マンだからな、あ、聞いたことある、なんか筋肉マン、なんかアメトークでも言ってたような気がする、あの今このなんていうの、筋肉マンとジェロニモっていう、あ、違う、悪魔超人とこのジェロニモっていう、うん、筋肉マンのたち仲間が戦ってるのに、うん、はいはい、次の違う子まで観客席にジェロニモがいる。何これ、ドッペルゲンガ、ゲンガ。そういう設定ですらない、設定ですらない、気づかんかったって、気づかんかった、作者ゆで卵あの野郎、マジで疲れてて、マジで気づかん。にしても編集者は気づけようだな。そうだな。あれまだ続いてるんでしょ。
筋肉マンって。筋肉マン終わったっけ。筋肉マンまだ続いてるはずな。終わ死に昔に終わったはずいけたな。あれってさ、うん、何の設定なの。なんか誰一人人間みたいなやついないけど。人間ではみんな人間。人間ではないな、うん、筋肉マンもあれ人間じゃないの顔はな。あ、そうそうそう、筋肉マンはなんだろうな、何、どういう戦いなのあれ。プロレスではある。プロレス、うん、で生まれた瞬間にマスクをかぶせられる。リーダーたけしみたいだな。確かにな。生まれた瞬間から決まってるんだ。あ、そうそうそう。なんかあれだから、あれらしいよ、素顔が、うん、何だったかな、素顔見せられた。見せは、じゃあ筋肉マンのあの顔はマスクなの。あれマスクなのよ。えっ、肝、人に入、人がいるってこと、中に。だからそうそう、本当の中身がある。ああ、そういう設定なんだ。うん、全部？そう、全部。だからみんな、やっぱり、悪魔超人が、めっちゃ有利だとしたら、めちゃめちゃマスク剥がそうとする。うん、どういう意味？悪魔超人が有利だったらって。要は悪魔超人が勝ってる。何のその悪魔超人って。悪魔超人分からんっていうやつがいるわけ。あ、そうそうそう。要は、プロレス界に、ヒール役。ヒーローと、ヴィランみたいな。ヴィランみたいなのがいて、うん、そいつらがプロレスで白黒つけようとするっていう話。ああ、はい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 。まあ、ある意味平和で、平和か。そうだね、危害は。死んだりはしないでしょ。死んだりは。たまにする。するかも。お前もあんまりわからん。あんまり、筋肉マンって言うとなんか有名だけど。見ようと思ったことないです。そうだな、俺も。はい、じゃあみんなマスクなんだ、あれ。マスク、マスク。ええー、知らんかった、俺。あれが顔と思ってた。あれ顔じゃないな。あれは本当に赤ちゃんの時につけられたマスク。じゃあまた分からないんだ。分からないと。みんな顔、うん、面白。分からんかった俺それ。そうだね。で好きなものだけは覚えてるな。牛丼。筋肉マン。死にバカやし。バカとかじゃないだろ。なんでバカだろ。なんで好きなもので牛丼だけ覚えてるの。死にアホやし。俺仕事できないし。じゃあこれ筋肉マンよ。こいつに仕事させれんやしそうだね。あれ子供いなかった。あ、なんか筋肉マンジュニアだったから、うん、いたよね。いるいるいる。あれどうやって生まれたの。あれどうやって生まれた。筋肉マンは筋肉マンどうやって生まれたんだろうな。なんかキモいな、いろいろ筋肉マン。俺たちが知らないだけかな。いやー多分知らないだけだと思う。そうなんだ。これなんか、うん、玉木さんとか詳しそうだな。玉木さん詳しそう。こんなの聞きたいわ。確かに。ちょっとね、上の世代の人たちの。これ調べれんば、今。待ってよ。うん。筋肉マンの、この、謎っていうか、これ、生まれ方っていうかさ。だって、性行為とかしないでしょ筋肉マンが。しないしない。絶対しない。出てこないよ。そういう描写ないでしょ。ないないない。じゃあ、どうやって生まれるんだろう。女も見たことないな、筋肉マンで。あ、ないないない。確かにない。両生類なのかな。あ、ジャンル、筋肉マンのジャンルって何とも。ジャンル？うん。このホラーとか。あ、そうそうそうとかある中で、ちょっと細かく分けると。細かく。あ、そう、何種類かあるわけ。アクションじゃない？ああ、一応少年漫画。少年漫画。漫画でギャグ、プロレス、格闘っていう部類。ああ、まあまあでもそんな感じするな。うん。ギャグもあるんだあれ。あ、そうそうそう、ギャグもある。へぇ。で、一応、あ、ちゃんと正式な名前があって、筋肉マンって、筋肉マンが名前じゃなくて、ご主人公の名前。主人公の名前。はい、筋肉すぐるって名前。そうなの？そうそうそう。ギャグ漫画っぽいな、それ聞いたら。聞いて、確かに。へぇ。筋肉すぐるが仲間のヒーロー超人と共に、次々に立ちはだかる強敵とリングの上で戦っていくプロレス系格闘漫画。はあ、それは聞いたことある。ゆで卵のデビュー作であり代表作でもある。ああ、まあ確かにな、そこまではわかる、はい、基本的に全ての戦いはプロレスを基礎としていたリングの上で行われる、あの1対1タックマッチなどの戦いによって行われる。へえ、なんか一応、うん、あのさっき
基本的にこのプロレスだけで解決するって言ったらさ、はいはい、稀にリング外で奇襲や闇討ちが行われる。怖っ。極道みたいなことしてるさ。だからそう。で、な、この筋肉マンで見せたいのはこの戦うことによって形成される友情の美しさをあのなんていうの、あ、描いてて、バックグラウンドしてる。そうそうそう。面白いな。でなんか生い立ちとかないわ、主人公のスグルーの。スグルーのいやースグルーの生い立ちないな。いや全然ないよ。そんな急にはないやん、ね、絶対なんか過去があるでしょ。ああるある。そうあるよ。あの地球を征服しようと来襲してくる怪獣宇宙人を相手に落ちこぼれのヒーロー筋肉マンが立ち向かう。宇宙人なんだ。じゃあに地球人ってことは筋肉マンは、だからもうあ地球人かもしれん。あだけどミートの登場により筋肉マンは実は筋肉性の王子であることが分かる。あじゃあがあいつ宇宙人なんだ。あいつはだ筋肉マンはもう宇宙人ですね。ああそうなんだ。で君は筋肉性の筋肉王子様だよと。はいはいはい。人々を守るヒーローに憧れながらダメ超人と扱われていた筋肉マンはさまざまな戦いを得て少しずつだがヒーローとしての素質を開花させていくことになる。基本的に要所要所でコメディーパートが多く、筋肉マンもこの時期におけるライバルとして描かれた。怪獣退治以外にもボクシングの試合やヘリーマンと組んでタッグマッチなども行っている。でこのタッグマッチが好評を得たため後のプロレス路線へとつながった。ああそうなん。最初じゃなんか違かったんだ。そうだね、もともとはいろんな戦い方で怪獣とか宇宙人を倒すっていう物語だったんじゃない。はあ、ウルトラマンみたいな感じだな。あ本当にね。へえ。でもなんかさ今見たらさなんかこのアメリカ遠征編とか書かれてんだけど、うん、地球で一応行われてんだこれは。ある。そう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 なんだ。なんかなんかお前なんか口から出たらキモしか言わない。なんかキモくない筋肉マン。なんか顔とかなんかなんだろう、なんかマジ憧れ、マジで見たことない、見たいと思ったことないな。筋肉マン面白いのかな、ちゃんと見たら。筋肉マンさ、うん、もうこの超人を描きすぎて、うん、ゆで卵先生がアイディア枯渇してから、うん、もう作家の読者からめちゃめちゃアイディアもらう。天才ビットくんやし、お前やってることめちゃめちゃアイディアもらってた。天才ビットくんやし、お前そうなんだ。それとかめちゃめちゃ死にキャラがあるんだろうな。そうそうそう。ラーメンマンとか聞いたことあるよ俺。あ、ラーメンマンとかそんなのは聞いたことある。テリーマンは聞いたことあるよ。聞いたことあるし。でもなんかイメージ的にはなんかあんまりデビルマンみたいなやつ。デビルマンみたいなやつじゃないな。違うか。バッファローマンは多分アメリカ代表で右肩左肩に星書いてあって、うーん、多分額にも星があったのかな。で金髪で、それは分かるかもしれん。もう本当に多分一番人間っぽい超人かもしれない。なんか、はい、すっごいこの筋肉マンの話になったけどさ、うん、2人筋肉マン知らんから、知らないのにさ、だから筋肉マンでどうつなぐのか。筋肉マンの熱がないのにラジオで話してるのあんまないやん、ね、確かに。あれ見たことこれ、ね、押してください。あれ見た、どれ、鬼滅の刃映画。そうそうそう、映画さ、まだ見れてないってば。あれなんかもうあと5億円でなんか一番になるんでしょ。え、嘘ってよ。え、日本での興行収入。そうそうそう、早くない。やばいよな、阻止しないと。誰が阻止できるば。あれなんかそれお前のツイッターとかでさ、あれもうえぐい面白くないとかネタバレも。俺多分この事務所にいられない気がするんだけど。そんなに。お前勢いがやばいだろ、あれを止めるって思ったら。しかも俺が
人でディスったとしても止められないだろ。まあ、ディスり方によるよな。ディスり方による、うん、お前のどれぐらい本気でディスるのかっていう多分今本気でディスったら放送事故になるから多分今はディスらんけど逆に聞きたいわあれでもすごいよ、見てないのか。あ、でも漫画では見て、この無限列車編見に行こうと思わん。思う行けよお前じゃあなんで行かんばずっと言ってるよね、見に行きたいって。見に行きたいとは言ってるけどなかなかねやる気、行く気がしないことやる気、行く、いや、あるある全然あるんだけど、あの何が妨げになってれば。パルコシティで見たいのよ。あー、ワイナイナみたいなやつでしょ、なんかワイナイナはお前外国人選手のマラソンランナーだからそうだっけ。でも結構古めのTBS の坂登る人でしょ地獄坂登る、そうそう、あの内陣の一人でずっと走る人でしょああ、じゃないよ、何だったっけ。 4DX みたいなやつよ。はあれないでしょ、沖縄 IMAX だけでしょあるの。あ、4DX もあるけど、そうそう、IMAX で見たいのよ。あ、4DX もあるんだ。ある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 。あ、そうなの。パルコシティにあるのよ。へぇー。でも 4DX、IMAX、普通の映画みたいなのも、パルコシティに全部あるから。そうなんだ。うん。その IMAX バージョンで見たいのよ、俺は。でっかい画面でね。でっかい画面で、あの、ドルビーアドモスのあの画面で見たいのよ。はい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 。面白いのかな、あれ。もうでもいろいろ聞いてるでしょ、そういうの好きだから、お前。ネタなんか聞くの。じゃあ、じゃあもうでもさ、なんかみんな、うん、見たっていうさまあな、まあ、こんだけ見て、ね、こんだけで何なん、なんでし、なんで握ってればお前なんで拗ねてれば。いや、じゃあ拗ねてるわけじゃないけど見たって言うさ、省かれたの。省かれたはないよみんなにあのなんかこんだけ見たって人を聞いたらさ、なんか今さら行けなくない、ちょっと。ああ、俺が SNS 始めれないのと一緒か。え、一緒。あ、お前こういう気持ちなんだ。こういう気持ちもある。あ、なんかさ、周りがさ、うん、例えば昔地元一緒だったや、うん、あのやつと最近コンタクト取って、うん、とかなんか飯食いに行ったとか聞いたら、うん、うわ、そんなのできるんだって思うよねいや、俺もお前に近いところがあって、あの本当に小中高一緒で、うん、本当に結構まあ喋ってた友達と、女、男でね、男友達だったんだけど、本当に1週間前ぐらい急に、うん、あの LINE とかじゃなくて電話が直接来て、うわ、もうしかも結婚とかもしてる。はいはいはい。で、なんだろう、何聞かれるかが怖くて一回置くよね。なんでよ。取れない取れない、なんか電話来てるけど、その電話画面をずっと眺めて心の中で早く切れろ早く切れろみたいな。 なんか嫌なのか。僕はなんか分からん、なんだろう、何を聞かれるかが怖くて取れないわけそう。あ、突然すぎて。そうそう、突然すぎて、で一回心の気持ち抑えたら2日経っててからメンタルなんか弱くない？じゃあ、なんか分からんかったけど、分からんけど、一応2日後にかけたのよ自分が、うん、このバイト終わってから、あ、ごめん、あのちょっと体調崩しててから死に崩しさ、あの電話取れんかったやつさ、うん、なんだった？すか、あ、今なんかその時実家に帰ってきてたから、うん、あのバーベキュー誘ったんだけどって言われてから、あ、まあ普通のね、普通の、あ、マジごめんな、ちょっと死に体調崩しててからよ、あのまたそんなことしてばお前バイトとバイトのなんか仮病みたいな、しかも友達に別に怒らんだろこいつも。いや、怒らんとかじゃなくて、あ、なんだろう、取ったら取ったで何話していいのかが分からんというか。それはあっちが用事あるから、別にお前分かるんだけど、会話は作らなくて大丈夫。分かるんだけど、時たち時ってなんかこの人とどういう距離感で喋っていいかって分からない時ってない？ああ、本当に。でもなんかさ、うん、昔喋ってたニュアンス、なんかこの感覚で、うん、来なかった場合は、うん、ちょっとあれってはなるよ。
俺むしろお前に電話した側かもしれん。お前はされた側さ今、うん、された側、俺した側かもしれん。あれあれこいつなんでこんななんかちょっと引いてんのこいつみたいな。そうそう、だから、うん、本当に多分ね3年ぐらい開けられたらお前からの電話もう取れないな。いや取れよ。俺一応こんなの電話取らん時とか、うん、すぐ釘一本持ってあの車傷つけに行くな。ギーって、ギーとかじゃなくて一本線ちゃんと。なんでお前がヤバいやつだもん。でも電話取らないやつってそんな気持ちなんだ。あ、分からん分からん。本当に取れない人とかもいると思うけど、俺はいればよ。俺の周りも2日後とかに LINE 返すやつとか。あ、マジで、どういう状況っていつも思ったですね。俺は本当に3年ぐらい開けられたらこの人の距離感が分からんくて。あ、先輩とかは分かるよ。あ、同級生なんでしょ。同級生同級生。そうなの。一回本当に置くね、なんか見てる不在着信とかずっと眺めてる。怖っ。そうなんだ、眺めてるよ。目が怖い。ラジオで伝わらんの。多分このバイトなんかさ、うん、引きこもりとかさそんななった時のやつのさ目ってこんななんだ。携帯グーって見てて、うん、電話かってくんの。俺とかもめちゃくちゃ消費者金融から電話来るけど、うん、俺はもうなんか見られんもん、うん、怖くて。あ、もうそういった面で、うん、すぐ隠すどっかに。なんか見えないところに。電話だから一回朝に電話来た時に、うん、アラームと思ってから取ってしまった場合、うん、だから電話の奥で取った取ったって速攻来た。まあまあちゃんと今はねその会社もお返ししたんですけど、うん、よかった。でもまあそん電話確かに怖いっちゃ怖いかも。そう、俺電話怖いのよ。だから LINE でしてな、なんか。ちなみにさ、うん、なんか電話の怖いってさ、例えば俺が何ちる時に、うん、たまにしか電話来ないから親から電話来た時に、うん、あ、なんかあったのかなっていう怖さはあるわけよ。うん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 、それに近いってこと。なんかあったのかなっていう怖さ、それとも何の得体の知れない怖さってこと。得体の知れない怖さ、何聞かれるんだろうみたいな。そんな弱点多い。お前なんか聞かれちゃダメなところ多いわお前。どんなことしてればお前。別に悪いことしてるわけじゃないけど、なんか分からん、なんかこの本当に久しぶりな人との距離感がマジで分からなさすぎてから、あ、なんか自分からは取れないよね、なんか。ああ、このね。かけることはあっても。でもこの久々にさ、見たやつで、うん、あの、同じ学校だったみたいな。けど、うん、別になんか遊んだことない、プライベートで。でも学校では仲良くしてたぐらいのやつがさ、うん、を、なんかこの街中で見たときに、声かける、うん、かけない。俺もそこ声かけんばよ。これめんどくさいさ。だから、そうだね。心の中で、あってなるよね。何々だみたいなのはある。確かに、うん。それは、なる、俺も。で、話しかけてくるよね、そういうやつってな。うん、かけてくる。話しかけてきたくせに。かけられたら、めちゃめちゃ喋るかもしれない。なんか知らんけど。あー、これ隠す。あ、そう、自分を隠すわけじゃないけど。このね、聞かれたくないことを隠すために。じゃじゃ、別に聞かれたこと。だってお前、死に多いさ。ないない。オープンなんだけど、あ、コメントが来ておりまして。お、初めてじゃない。何て書いてる。あの、ジュンニーが、うん、コーヒー飲みますって書いてあります。コーヒー飲みますって。うん、プラス団子2つって。あ、スタンプでめっちゃいい。こうけど、いかがこのコーヒーと団子いかがってよ。じゃあ俺は俺が読み上げたお前に聞いた側なのよ。じゃあ俺はこのアファーシューが今なんでアファーしたかな。久しぶりすぎてこのコメントがね。何喋っていいか分からない状態になってるから、ありがとうございます。あの、気持ちだけあの受け取っておきます。でもなんかこの、はい、このなんかこの相手のさ、うん、死に遠い距離から気づいてるときさ、あ、その距離が縮まるまでの間さ、もうなんかこの
なんでてめえ気づいたと思うときない。今じゃねえだろっていう、うん、たまになんかなんだろう、この脳天気な女の人とかでさ、うん、遠くからさあーってやるわけ、やるんだけど、うん、この距離いやどうするわってこの距離ってなるよな。あれなベストは5メートルだよな、うん、おーってもだし、苦手なことがあって、うん、働いてた期間、めちゃめちゃ名前覚えてるんだけど、なんだろう、この職場からさ離れた瞬間にこの人の名前忘れてしまうわけ、すぐ。ああ、わかる。でその人に限って、うん、よく会うっていうよりかはこのめちゃめちゃわかる。いろんなところで会うよな。鉢合わせになるから名前は分からんから。分かるわ。お久しぶりですみたいなのは言うんだけど、携帯とこの連絡先とかも交換しないけど、今度ご飯行きましょうみたいなので歌って弾くみたいな。分かる分かる。あれなんかな、この絶妙なラインじゃん。そうそうそう、挨拶するかしないか。しかも思い出せそうで本当に思い出せない人がめちゃめちゃたくさんいるのよ。もう先輩だったことあるから、同級生ともさそのグーチューン、あ、そう、ジーコーのさ、うん、男の人で多分、うん、俺の一個上で、うん、お前らの同級生だっけさ、うん、でそいつとバイト一緒で、はいはいはい、なんか結婚式かなんかのバイト一緒でから、うん、でハイランダーのアゲナのキャッスルハイランダーそう、亡くなっちゃったところ。あ、そうなの。あ、亡くなったんだ。亡くなっちゃったって、うん、あっちのバイトしてた、うん、高校の頃、うんうん、でそいつに教えてもらってて、でもこのだいぶ経ってから、うん、そいつ会った時にタメ口できよったわけよだから俺もあ同級生 だったって思っておお久しぶりみたいな言ったら、なんか俺死にかこいつかましてきたみたいになって、あっちもなんかさムッてしてればよ、うん、でなんかあ元気かーですよ、お元気元気みたいなお前はみたいななるけど、その後こいつこの G 校の俺の一個への先輩と喋ってるわけ、うん、その時に青ざめだよあ、なるほどね、こいつ先輩だってなるよな。いや確かに分からんわ。だ敬語で行くのもさ、うん、なんか同級生だった場合すごい距離空けてる感じするさ。分かる、それめちゃめちゃ分かる。薄いよなあれな。あ、もうあれなんかないかな。じゃだけど学生の間柄って多少そういった垣根、ね、薄いさ。うん、まだこういった、だけど俺社会人で確かに、で死に名前も分からん人だし、同級生ではない、ない、年下か年上かも分からん。いや年上。あ、じゃあ敬語、敬語っていうのは使えば分かるけど、どういう距離感だったかも忘れた。あ、もう多分別部署だけど、うん、結構お世話になった人。あ、だけど名前が思い出せない人確かに名前思い出せない時ってさ、うん、もう探り方むずいよなだから名前ちょっと占いしていいですかっていうのもおかしいしな名前ちょっと先に何もおかしいよな、会ってすぐ占いするのはお前も生命判断しましょうねっていうのおかしいさ、一応いきなり会って。でも名前の聞き出し方ってもうむずいよな。いいかこれ。だろ、どうしたどうした、いいじゃん、どうやって忘れた人の名前聞くかっていうのを漫才にしてじゃないけど、いいな、占いしていいですかってか、もう不審者やし、なんか今マジで占い師キャラなんですよって、なんか占い師キャラって地元ですいませんってもう言うしかないやんに、占いキャラでもうバカすぎるだろこの一旦名前聞いていいですか。いや、それは占うんで、占うんで。ああ、いいな。占いって言って漢字書かせばいいさ。漢字はわからないからって言って、そしたらまあ大丈夫なんじゃない？何のために？今度会った時に、うん、今職業で占い師やっててってよ。もう唐突に。すいません、ちょっと今。
占い師やらせて、多分絶対バレるって、こいつ絶対私の名前忘れとなって、なんだ占い師って結構な情報よ。でもそこに結構ピックアップされて、うん、もう名前どうこうじゃないって、もうどんな占いしてくれるんだろうがまずだからお前名前聞けたとしてもさ、占い師っぽいこと言わないといけないから、だからもう、うん、俺さ、なんていうのかな、諸刃の剣すぎると、名前聞くのとともにこの占い師の情報量めちゃめちゃ積み込まないといけないでしょ、俺。余計長くなるような会話が。確かに。すごい終わらしたい。しかも路上とかでだったら、立ちながら二人で死に生命判断してたら怪しいだろ。そういうのいるけどな。たまにチャタンにな。でもなんか、帰らないやついない？会話終わってるのに。あ、わかる。ドンキとかで。ドンキの入り口とかでさ、もう結構話したのに、うん、なんかこいつ、まだなんか、まあ、アイドリング、し終わったぜみたいななんか感じで接続しねえな、あの終わらせない人いるな、終わらせない、あーみたいないやいやいやみたいな特になんか俺の場合先輩とか多いんだけど、うん、なんか話あわなんかないけどなみたいな、ちょっともう先一回らしていただきたいっていう時とかあれマジで なんだろうなマジで相当暇なんだろうな。相当暇とか言うな。でもさ、ドンキ夜中に行くって暇しいんだろ。俺も含めて。キティッパいっぱいいたよな、昔。いたな。今でも見ないやんに。今見ないんじゃない？今見ないね。むしろ、なんか世代広くなったよね。あんな遅く空いてても。ん？まあ、なんか、昔はもうヤンキーしかいなかったさ。キティッパ？昨日、あの、スポーツサンダルみたいな。あ、ドンキ自体が。そんなことないだろ。ちょっと待って、沖縄でドンキ会えた時ってヤンキーのたまり場だったさそんなだっけ。あ、もう国際通り店、あの宜野湾メガドンキ。でも確かになんか人柄は良くないよ、イメージあるよ、あるよな、あのパジャマか、あもう本当にね、なんていうの、パワーシャツみたいなね、パワーシャツあの履いてる。確かに。でもあんまりもういなくなったんじゃない、このパワーシャツだけで。なんかファッションになんかこの、あ、見なくなったね、このシャツから、シャツの下から、うん、長袖のパワーシャツみたいにつけてる人とかいないよね、もういないな、ま、マジで見ない。なんかおしゃれになってね、みんな、なんか全体的になんか沖縄沖縄でなんかライカムできてからそういうイメージない。あ、ライカムできたおかげで沖縄全体がおしゃれになったと、うん、なるか。いやいや、なってる、ね、イメージない。でもなんか見なくない？いや見ないけど、変な格好のやついない。いむしろ俺がずっと変な格好かもしれんわ。あ、いや普通なのよ、半袖だし。ごめん、もうめちゃめちゃあのジュンニーから、ジュンニーさんからあのめちゃめちゃコメント来てるので。なんて来てるわ。あのなんだろう、全部読んでよ、ジュンニー。あ、全部読んでいい？うん、こんばんは、はじめまして。そうなんですよ、コーヒーと三色団子はコロナのせい？何度かけてればこれ。からちょっと知識不足で。ごめん、一応、多分。何度かけてんだろう。ああ。で？あ、でも本当に、くれようとしてる、このコーヒーと三色団子。そんなことないだろ。あれ、一応、嬉しいあのコメントいただいてまして。お、なんて。あの、モノマネ紅白より面白いって。この二人のおしゃべりがその人笑いずれてるんじゃない？違う。いやいや、でも結構年離れてて、あの年まで書いてる。書いてる書いてる。言っていいのかこれ。いいのかな。でもコメントで来てるよ。あ、マジ？55って。あ、55歳。あ、感覚ずれてるんじゃない？55歳でしょ。55歳はずれてるでしょ、笑いのセンス多分。いや合わせてくれてるかもしれないさ。55で面白いやつ見たことある？じゃいるだろ、55で面白いやつは。ちょっと待って、テレビに出てるさ、もう一流の芸能人の方ぐらいじゃん。ちょ、身近に、あの、いないよ、あの、面白い55なんて。まあまあ、そうそうな。いなくない？でも、ジュンニーはでもな、
ジュンニー3ないと55だから確か55知ったからジュンニーさんマジで面白いと思うこのいや本当に俺はもう55の中で俺が知ってる55身近なのね中で一番ほら55歳ジュンニーさんしか分からんだろいやいるスナックの言えばスナックいたよスナックの65をしかそうとしてる おじいがいればタイラー側にまあまあそろそろいい感じじゃない時間あだ本当だちょっと告知しといてちょっとあ告知しとこうな、うん、お前手紙書いてるさちょっとやらないといけないのがあってあのなんか俺の土曜日のやつとなんかあるだろうなんかあ土曜日あるなんか何か言って あるな12月26日キャンマーブがですね沖縄花月で沖縄芸人土曜と16時のネタと企画というものを行いますので、4時から5時の1時間となっております。もしお時間あればよろしくお願いいたします。スーパーセルがですね僕スーパーセルっていうコンビなんですけれどももう年内お仕事納めしました。お笑いに関してはあそうなの、うん、でもなんかあったじゃん希望のやつがあもうあれすぐ、店員オーバーになってあお前もダメだったんだそう入れなかったのでもうスーパーセルはお笑いのお仕事はちょっと仕事納めとああいうことでねはい、はい、あでも来週の29日の火曜日また、うん、ね あるのかなある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 28で締めるんじゃない28で締めるんかなまあまあ一応ねあったらねうんあったら29日また領事さんやっと来るんで領事さんやっと来るんではいああってことでなんかあもういいんじゃないありますかねじゃあもしあれかなで本気が締めないと俺あそこミキさんいないから分からんわけよ結構もういいんじゃないミキさん時間的にいいかなそうそうそうなんで締めないなんで締めんばお前じゃあ話すことあったらいいけどさ全然もう締めようぜ締めますかじゃあ、はい、すいませんジュンニーさんたくさんのコメント本日ありがとうございましたはいありがとうございます、はい、多分来週もあると思うのでぜひぜひお時間があれば見に来てください、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではうるま応援団本日はこの辺でじゃあカメラはい、向かって、はい、じゃあさようなら。あざした。